コーヒーさくらの大西です。今日は、電動コーヒーミルのミルクの正しい使い方についてお伝えをしたいと思います。ミルクに限ったことではないんですけども、コーヒー豆を挽く際には、電源を投入してから、コーヒーを、豆を挽くというのが一番鉄則となっております。ミルクの場合ですとシャッターが上部についておりますので、シャッターを閉じた状態で、コーヒー豆を投入しまして、で、蓋をして、で、あとそれから電源を入れる。で、そこでシャッターを開いてコーヒー豆を引くというのが一番、良いやり方になります。なぜかと言いますと、モーターはですね、起動の時にすごく、負荷がかかるらしいんですね。しかも、ミルクを見ていただくと分かると思うんですけども、中にシャッターを開けた状態にコーヒー豆を入れると、中にですねコーヒー豆が詰まった状態からスタートしますので、かなりここに負荷がかかりますので、そうではなくて、シャッターを、閉めておいて、でモーターを回してからコーヒー豆が入る方が非常にスムーズにコーヒー豆を挽くことができます。今日はミルコ、電動コーヒーミルのミルコの正しい使い方についてお話をさせていただきました。また何かご質問などございましたらコメント欄の方にお願いいたします。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。